押し入れ。友人が体験した怖い話です。友人が夜遅く帰宅すると、アパートの部屋の前で、異変に気がつきました。自分の部屋の電気がついているのです。朝出かけるときは、電気なんてつけないし、もちろん、その日もつけてなんかいなかったのに。しかし、記憶というものは曖昧なもので、その日の朝は、 曇りだったこともあって、もしかしたら、電気をつけっぱなしで出かけたのかも。深く考えることはやめにして、多少いぶかしみながらも、気にせず玄関のドアを開けました。部屋に入ると、思っていた通り、特に何かいるわけでもなく、やはり、ただの思い過ごしだったのだと安心しきって、テレビを見ながら、夜食を食べ始めました。 しばらく、さっきの異変のことは、これっぽっちも気にせずに、テレビに見入っていた友人でしたが、次の瞬間、さらなる異変が彼に降りかかりました。突然、横の押し入れから、ゴロン、と、何か大きな物体が転がる音が聞こえてきたのです。さすがに友人も、これはまずいと、大慌てで外に飛び出しました。そして、 近くに住む同僚の家のドアを叩くと、助けを求めに行きました。最初は、百頭番をした方がいいと思ったそうですが、もしかしたら、押し入れの中に入れていた釣り道具か何かが、突然倒れて音がしたのなら、警察を呼ぶまでもないし、大事になると面倒なので、同僚と一緒に、今一度部屋の様子を見に行くことにしたそうです。友人は、 部屋に戻るのが怖いので、同僚に先立ってもらっていたそうです。友人の部屋は2階です。そのアパートは、ありふれた貧乏アパートで、階段は建物の左右に2つ、もちろんエレベーターなどありません。アパートに着くと、まず同僚が階段を上って、周囲を確認しました。勇猛果敢な同僚は、 特に怖がる様子もなく、堂々と階段を上がっていきましたが、どういうわけか、一秒も経たぬうちに、急いで降りてきました。そして、小声で友人に話しかけたそうです。おい、お前の部屋の前に誰か立ってるぞ。二人は、しばらくどうすればいいかと、うろたえていましたが、次の瞬間、階段の上から、 妙な女の顔が覗いたそうです。それを見た二人は、もうダッシュで逃げました。結局二人は、警察を呼びました。特に部屋は荒らされていないし、何かを取られたわけでもなかったのですが、押し入れの中に、血液の混ざったゲロがぶちまけられていたそうです。同僚と友人が見た女の顔は、明らかに尋常ではなく、 あんなのは一度も見たことがなかったと言っていました。同僚の人曰く、よくてきちがい、要するに、きちがい以上のものだったということです。そして、友人にとって一番重要だったのは、鍵をかけていた部屋に、一体どうやって、そいつが侵入できたかということ。当然、その日に友人はアパートを出て行きました。